ハワイに来られてどうですか、雰囲気。いや、もちろん日本と違う空気ですし、まあ、暖かさも本当にこう過ごしやすい暖かさなっていうふうに感じているので、まあ、いろいろこう楽しめたらいいかなと思ってます。そうですね、本当に暖かいですし、まあ、家族と一緒に来ているので、はい、思い出をたくさん作りたいなと思います。この際だからじゃないですけど、お互いの尊敬しているところとかあったらお願いします。まあ、もちろん、もちろんというか、木浪さんは常にこう向上心を持ってというか、まあ、野球に対するこの思いというか、まあ、そういうのを見ててすごく感じますし、まあ、こう試合前の朝早い時間とかから球場に行ってっていうのもあるので、まあ、その辺本当に尊敬しますし、練習量っていうのはものすごいなと、はい、感じてます。そうですね、本当に試合出続ける体力というのは本当に自分にはない能力ばかり持っているので、まあ、そういうところも尊敬できるところでもありますし、まあ、来年選手会長なのでもっと期待したいなと思います。どんな選手会長になってほしいとかありますか？いや、それは、ね、一番上に立つ立場なんで、まあ、言うときはドーンと言ってほしいですね、はい、どうですか？まあ、あまりなんですかね、言葉で言うのとかは正直得意ではないんですけど、まあ、でもそこはチームのためであったりとか、まあ、野球界のためにってことをいろいろ考えて、まあ、言うところはしっかりと言ってっていうのは本当に大事なことだと思いますし、まあ、その辺やっぱり上に立つのでチームを引っ張っていけたらいいかなと思います。これからどんな選手にもっともっとなっていきたいとかありますか？まあ、もちろん全体的にはまだまだレベルアップしなきゃいけないですし、あまりこう理想の選手像っていうのは正直自分持ってはないので、まあ、自分がこう理想となる数字に近づいていければ勝手に理想の選手になれるかなと思ってる、まあ、どちらかといえばこう理想の選手像っていうよりは数字をこう目標に立てながらやっていければいいかなと思ってます。そうですね、自分は、まあ、どんな成績残しても多分満足することは多分ないと思うんですけど、その日、その年その年で、まあ、一つずつその課題をクリアしていければ中心選手になれると思うので、まあ、そこを目標に、はい、やっていきたいです。